こんにちは。今回もアクションパーク実況、頑張っていくぜ。前回のステージ5の次、ステージ6は、どうやら溶岩のステージですね。ここを飛び越えればいいのかな？そんな単純なものではなさそうです。なかなか難しいな。けど、ステージ5の絶望に比べたらマシでしょ。まあな、あれは本当にきつかった。てかさ、なんでこんな低スペのパソコンでハイフワールド実況しようと思ったのかな？なんか、いけるとでも思ったんじゃない？まあ、CPU って何レベルの頭だもんな。あと、ここら辺のパートからなぜか急激に重くなります。どうか、カクカクしてても温かい目で見ていってね。で、これはある程度大胆にいかないとダメらしいな。けど大胆すぎるのもダメだよね。なんか最初は簡単かなって思ってて、見くびってたぜ。あんた、大体このアクションパークはそうなんだからしょうがないじゃない。謎の最初の当たり判定。青いやつが一番イライラするよね。次からはここも気をつけなきゃならないのか。本当にこの当たり判定ムカつく。それな、死んでるじゃないか。だってここ、地味に難しいんだもん。そこでもめげないのが、マリサでしょ。まあ、やれるところまで頑張ってみるよ。やっぱ無理ですわ。じゃ、できるところまで、カット。けど、次でできちゃったから、このまま行きます。ギリギリじゃねえか。とりあえず、前半はクリアです。収まるまで、カット。ここは、シフトキーを使って、ゆっくり進んでいきます。ここまで来てもう死にたくはないからな。はい、また触れちゃったね。まだまだ先があるから、サクサク行こうぜ。サクサクプレイは、次のステージで行う予定だから。そんなことを話していたら、収まったね。また触れたかな。実際、触れながら進めるんだけどね。ああ、早く収まってくれないかな。やっと収まったな。また触れちゃったけどな。グダグダしすぎなので、カットします。はい、クリアしました。次のステージは？なんだこれ。どうやら迷路のようです。では、倍速タイム行きましょう。このステージは、ガラスの立体迷路だそうです。この出口は16種類あって、次のステージの難易度が変わるらしいぜ。もうカットします。結構時間かかりました。じゃ、ここのはしごから出てみるぜ。さあ、どんなステージなんでしょう。何もない。だと。まあ、これでステージ7、クリアです。ちゃんと他のステージはあるんだな。気を取り直して次、行きましょう。次のステージは、図書館です。初っ端から分かれ道か。悩んでもしょうがないので、噛んでいきます。じゃ、真ん中で。奈落のようだな。あ、鉄ドアだから帰れない。地味に辛いトラップだな。じゃ、次は右から行きます。お、どうやら正解のようだな。この感圧板、怪しい。初見殺しだったな。まあ、私はこんぐらいでは引っかかりませんよ。分かれ道だな。あそこのチェスト、また怪しいな。どっち行こうかな。存分に警戒していきます。そしてまさかの何もなかったという。ここトラップだったんですね。じゃ、こっちが正解かな。また分かれ道だな。この感圧板も怪しいな。はぁ？見事なトラップだったな。
ほんとにね。はい、戻ってきました。ここ飛べるかな。結局行き止まりという。時間潰れたわ。じゃ、こっちの道が合ってるのか。うわ、感圧板がたくさん。ここのやつは踏んでも大丈夫みたいですね。この水色は中間に見せかけた空中移動トラップでした。なんかあると思ったけど、ここは瞬間移動トラップが多いやつだね。また戻ってきました。トラップと何もないのを見極めないとな。だいたい下に羊毛があるのは危ないね。ここか。一応どっちでもあるな。どうやら飛び越えはできないようです。まあ行くしかないんですけどね。見事にトラップにはまったな。赤色の羊毛はフェイクらしいですね。ここは突っ切ります。お、突破できたな。分かれ道ですね。飛び越えられないみたいだな。踏んでも大丈夫でした。ここはあっさり通過できたな。感圧板とレバーがあるな。試しに感圧板を踏んでみますか。どうやら水に着地するらしいな。はい、やっとクリアできました。なんか奥にも道が続いてるな。まさかのトラップでした。ステージ最初からやり直しかよ。もう精神的に疲れてきたよ。死んだけどね。もう嫌になってきた。しょうがないよ。っていうか、動画の私は一体何をやっているというんだね。なんか探しているらしいぞ。あ、なんか見えた。何が見えたんだ？黒豆ですね。その、黒豆って一体何なんだ？これは死神さんの相棒としてアクションパーク作りに携わった人ですよ。私たちゆっくりと同じ感じだね。へえ、そんなマスコットキャラクターみたいなのがここにいるんだな。正直私もなんであんなところにあるのかが全くわからないよ。もうこれで終わりにしたいね。お、うまく成功したじゃないか。ということで、ステージ8、クリアです。次からはステージ9を攻略していきますが、とっても重いのでグダグダ注意です。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。